どうも、未来予想屋アテルくんです。前回の動画に引き続き唐津 G1 優勝戦をやっていきたいと思います。この動画ね、見る人できればね、ぜひ前回の動画も見てほしいです。一応そのつながりの企画でやっておりまして、いよいよね、唐津 G1 の、優勝戦ということなんですけど、前回ミネバリとスガチャレとチルチャレと3つの企画やりましたけど、ミネ選手ちゃんと1着でゴールして優勝戦残りました。スガ選手も5コースから1着残りました。今日ミネバリとスガチャレどっちもできるなってことだったんですけど、実は6コースにね、吉田選手もいて、昨日軸で勝った選手たちが全員いるっていうまさかの展開になっちゃったんですけど、まあこの選手たちどう絡めていくかなっていうのが、まあ今日のレースの面白さなんですけど、今からね、展示があるんで早速ちょっと展示見ていきたいと思います。菅選手がどのコースに入るかっていうのがこのレースの最大のポイントになりますかね。読みは124のダッシュで356みたいな予想なんですけど、おっと、5がゴリゴリに山田浩二選手、全然内側行ったな。まあ、山田浩二選手5コースから行くかなと思ったけど、菅選手の内側にいますね。これ菅選手昨日と全く同じパターンやな。なるほどな。吉田選手はちゃんと外にいると。いや、この優勝戦おもろすぎるやろ。なんなんこれ。スローが124ダッシュ536。すが伸びえぐすぎるやろこれ。わかりました。ちょっとね、ミネバリとスガチャレどっちがいいのかもちょっと考えたいと思います。唐津12レース優勝戦の買い目を決めました。めちゃめちゃ悩みましたね、これ正直。多分見てる人も、実際にね、レース買った人も、むっちゃ悩んだんじゃないかなと思うんですけど、買い目まず発表します。1234。1の2の、34に、それぞれ1万。3000前に1000円ずつ。31だけちょっとね、やっぱ人気してたんで、31だけ、2000円しました。31だけ2000円ずつ。まあ、峰選手、やはり絶対信頼ということで、買い目絞りまして、菅選手、やっぱね、スリット良さそうでしたね。スリット出てってからの伸びがむちゃくちゃ良さそうだったんで、なんで、ミネバリと菅チャレ、両方行きたいと思います。で、さらに、これ多分誰もが思うことではあるんですけど、菅選手が出てっての、まくりきれなかった時に、外の吉田選手にチャンスができるんじゃないかなと思っての、チルチャレ、吉田選手の6前前、これも300円ずつ行きました。買い目めちゃくちゃ広いです。買い目が42点になります。買い目めちゃくちゃ広いんですけど、一応ね、どれが来ても、まあ倍にはなるかな、みたいな金額でかけています。峰さん来た時にはもう12の34しかないんですけど、菅さんが伸びきれなかったってなるともううちで決まるかなと思っての1234です。で、あとはもう菅さんが出てったらもう出てったで菅さん頭。ではね、いよいよ運命の優勝戦見ていきたいと思います。緊張する。峰さんが逃げてもいいし、菅選手、吉田選手が頭に来た瞬間もう当たりは確定なんで、きっちりトップスタート。菅選手トップスタート決めて、良さそう良さそう、スリット良さそう、めちゃくちゃスリット良さそう、伸びて、そっからスタート決まって、まくって、一気に一気にいった、一気にいった、素晴らしい、その後ろ水が空きました。3番手は6号艇吉田、さらに後ろは5番4番。なおこのレースは3番がフライング変換欠場です。2周2マーク、先頭2号艇の浜田屋、切り込んでくる1号艇の峰ですが2番手、
唐津の G1 は初制覇となります。まもなくゴール。先頭2番浜田屋優勝五輪、1番峰五輪、6番吉田、5番山田五輪、4番土屋五輪です。菅さんね、攻めた結果っていうのはわかるけど、フライングか。いやー、なんかかわいそうやな、峰選手。せっかくの G1 でのね、地元の初タイトル。まあ、浜田屋選手、おめでとうございます。